でも大丈夫だよ、全然全然。後ろが今度255だったんですけど、はい、逆にそっちの方がこう、タイヤからこういう肉が出てなかったので、まあ、24枚にして、まあ、引っ張りいい。ワイトレは入れてるんですか？後ろワイトレ入れたいんですけど、今、ゴミスペーサーだけで我慢してて、あ、うん、これ以上外出すと爪でが当たっちゃうんで、爪はノーマルなんですよね。爪はノーマルなんですよ、はい、これの何の色？これあのまだ色塗ってなくて、まあ、これからちょっと塗る感じですか？でもなんか色意外とこの色いいかなと思って、このまま。なるほど。マフラーはリアピースはワンオフで。ワンオフ？はい。へえ。でマフラーカッターが汎用品の。つけたと。はい。で生成ちょっと細切りで。ああこれ4本出しになるように。はい。自分でやっと。自分で。すごいっすね。ピアももともと買った時から。あそこそこ。はい。ちょっと危険なもんがないか。ああ全然大丈夫です。大丈夫。はい。あっとかってね。やめろ。やめ。今距離どのぐらいになったの？距離今76,000ぐらいですね。え？76,000で何？不具合が出た。出ましたね。何何？まずワイパーものワイパーの端のウォッシャー液のモーターが、はい、突如壊れてしまって。そうなるとどうなるんですか？液が出なくなっちゃったんですよ、全く。最初なんでかなと思って、でもワイパーのウォッシャー液のモーターの音もしないし、あれってなんかエラー表示出てくるんですか？いや、出てこないですね。え、なんで分かったんですか？なんか押しても出てこない。ネットで調べたら、うん、こうモーターの音がしなければもうウォッシャー液のモーターがいってるっていう話で。あー、クラウンでは結構多い？いや、ないです、ね、めったにないですよ。でも直したの？あ、もう自分で直しました。どのぐらいかかるんですか？ネットでもう中古品を探して2,3,000ぐらいでも。あ、直ったの、はい、じゃあまだいいっすね。そうっすね。この間、こっちでなんか走ってて、高速道路走ってて、一瞬、なんか全部システム落ちたんですよ。え？いきなり。エンジン止まったんですか？エンジンも一瞬止まって、すぐまた何事も。変わったんですか？はい。戻ったんですけど。それは何？それもまた掴めてないです。バッテリーも見たんですけど、全然大丈夫で。なんだろうね。オルタネーターかなと思ったんですけど。あれ診断してみたんですか？いろいろ。わかんない。まだわかんないですね。楽しみで。ちょっと怖いですね。ね。3ヶ月後に成人式なんで。お、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、まだ16歳ぐらいかと思ってた。16歳でまだ最近だよ。あ、先進年だよ。はい。ちょっと免許ないですもんね、本当ね。そうですね。今週間ストレートしたりとか、はい、あとヘッドライト変えたりちょっとやっていきたいみたいな。はい。もうちょっとマフラー買った不格好なんで、ちゃんとしたメーカーの入れようかなと思ってますね。
Thank you.